わかりますか？ちょっと待って、うるさいかもしれないです、ごめんなさい。はい、なんかね、顔が結構丸めなんですよ。これ多分生で見た方がわかりやすいんかもしれへんけど、なんか本当に丸いねん顔が。なんかおもろいよな、めっちゃ可愛いんやけどさ。はい、こんな感じです。なんかハリネズミになったみたいやな。え、めっちゃ可愛くないですか？でかすぎやんな。でもね、もうほんまに可愛いからちょっと大事に使います。そう、ブラシです。なんかね、え、ほんま可愛いよな。なんかね、あともう一個サイズがちっちゃいやつがあったんですよ、おパンチおらんくて。これのもう一個ちっちゃいサイズ、それでなんか平面におパンチ書いててんけど、耳が書いてなかったから、なんやろな、めっちゃのっぺりしてた。だから結局これにしました。じゃあ、今日から一緒に使います。よろしくね。あと、あれです、アミね、皆さん知ってるかわかんないんですけど、なんかミステリー、アミね、あんまりあのミステリーとか読まんし、あの怖いの苦手やからな、あと本もあんまり読まないんですね。そのなんか読書感想文とそういうのがあった時だけしか読まんから、あんまりね読まなかったんですよ今まで。だけどなんかね、むっちゃ最近何、いろんな TikTok とか見たらおすすめに出てくるんですよ。だからね、気になって映画も今やっててね、行こうかと思ったけど、やっぱ怖いんですよアミは。だから先に漫画で予習しようと思って、なんか小説もあったらしいけど、アミは漫画を買いました。ほんでね、変な家って知ってますか皆さん？そうそう、それを見たくてずっと。でね、ようやくね、昨日そのね本屋さんに行ったらね、売ってやったんで買いました。ほんまに怖いねんな。なんか皆さん一回家の戻り確認してみてください。ほんまに多分こんなん急に言われてもさ、もっと怖いと思うんですけどさ、あの結構怖いんですよ。で、なんか映画はちょっとさ、勇気がないんですよ、そんな。だからね、ちょっと買っちゃいました、漫画。まだ3巻までしか出てないんかな、多分そこまでしか出てなくて、まだだから話は解決してないけど、あのね、続いていく感じっぽいんですよ。だからこれからもちょっと見ていきたいと思います。あの、ほんまに漫画買うとかないんですよね。だからやばい。アミちゃんの家は普通の間取りでしたけど、アミの家は多分普通じゃう、あんま知らんよな間取りとかな。そうでね、このね買っちゃったんですけど、怖い怖い。なんかね、何が怖いかって、なんかその別にホラーとかじゃないからアミは見れるんですけど、見れんねんけど、もうなんかな、何やろ、何が怖いんかな分からへんけど、なんか怖い。あれやな、なんか白黒で描かれてるんですよ漫画やけど。だからまあいいんですけど、変な絵の原作 YouTube で見れて、見たで、ウケツさんのやつ見たけど、 YouTube の方が怖い。あれはなんかね、めっちゃ怖い。みんなウケツさんの声の真似できちゃうんですよ。でもなんか今できるか分からへん、ちょっと練習しときます。ほんでなんかね、何やろ、なんか怖い。なんか何が怖いってむずいけど、そうそう、そうなんですよ。皆さん見たら感想教えてください。そうやねん、あのキャラが怖いです。わかる、知り合いのえ、なんだっけ、知り合いの栗原さんに連絡してみました、わけないな、ちょっと覚えてないけど。ほんでね、ほんまちょっと怖かったっていう。だからね、またちょっとどんな話かをやっと分かったら
まあ映画見に行きたいなと思ってます。それか皆さんが見に行ったらさ、教えて、何が怖いって。なんかな、普通の家に見せかけて実はなんか間取りが変で、その家はなんか何なんて言うんやろ、何なんて言うん、なんて言うん、まだそこまで言ってないけど、なんかスパイ、スパイやないか、なんて言うん、分からへん、言葉が出てこへん。あ、そうそう、ちょっとまあ結構怖いんですよ。そのホラーじゃなくて殺人系やからさ、その殺人犯のために作られた家で、その人を特定するために追っかけていくっていうやつかな。はいはい、分かったらこういう話があって、いや全然そんな感じじゃないで、だから全然自分の家は普通やからトラウマとかにはならんけど、網は全然ならんけど、漫画を進めるのが怖いそうそう、ミステリーの怖さ、それそれそれ。でも面白いから皆さん読んでみてください。映画怖いかったら小説とかも出てるから見てみてください。そうなんですけど多分な、あれは映画の方が怖くなかったりもするんかも。でな、今出てんのが3冊やから3冊だけ買おうと思う、3冊買ったんですよ。でそんなんさ、一気にさ読んだらさ楽しみがなくなっちゃうから、1日半冊、半分のページぐらいだけ読んで進めていこうと思ってたんですけど、まあちょっとみはこういうのを買うとね止まらなくなるから、一気に1日で3時間じゃないわ、3冊読みました。読み返しても面白そうやから、また今日とか明日も読もうかなそんな感じです。皆さん見てみて、だから映画が話題になってるのはネットニュースで見てよって。なあ、なんか面白いって。でもなんかめっちゃ友達も見に行こうとしててな、昨日それでなんか漫画を買ってみたいな話してたら、え、どうやったってなってました。でその話を聞いて、映画見に行くか見に行かへんか決めるみたいな言ってて、結局見に行くらしいで。何も行きたいな、映画見に行きたい。全然最近映画とか行ってないです、全然気になるのを止めるのは難しいね。え、わかる。だからじゃあもうこれで終わろう、一冊だけ読もうと思ったのに、半発はさすがにな、止まれへんの、わかる、ギリ悪いからさ。けど1冊読み終わったらね止まろうと思ってたけど、気づいたらね勝手に2冊目3冊目撮ってました春休みやから友達と行ったやつな、ほんまにな悩んでるんですよね。でもな、友達はなんか怖い系いけるタイプなんですよ。あみ無理やからさ、怖いねん、行くか迷うねん。でもなんかコヨタンも行きたいって言ってたから、なんかな、コヨタも一緒に行くってなってます。でもその一回ちょっとまだ全然行くとか決まってないし、行けたらいいねぐらいけど、その前にアミは行くにしても行かないにしても漫画を読みたいなと思ったから買いました。そう怖いの見たくなるし、でもだから怖いやんか。だからさ、本ってこうやって読むのにプライベートこうやってこうやって開けるけどさ、普通はこれぐらいだけずつ、ちょっとだけずつ読んで、あとなんか画面っていうか絵のさ、横側見たらさ、大体さどんな色が分かるん、その横が真っ黒やったらちょっと網を飛ばしながらちょっとファって開けて、あ、いけるかなみたいな感じで読んでましたね。だからもしかしたら見落としてる場所があるかもやから、まあもう一旦どんな話か分かったところでもう一回読んだ方がいけるかもしれへんそうやね。え、あるあるですよね、きっとこれあるあるじゃない。なんか普通に怖いの読むときとか、まあ、あんま怖いの読まんねんけどさ、読むってなったらさ、こうやってやって、ね、そんな怖いやつで載せたら開けて、次のページ行くときもなんとなくこうやって見て OK やな感じです。そう、でもさ、そっと見るのも怖そうと思うやん。
でもなんかな、バッて見たらビクってなるから嫌です。髪はあ、やばいやばい。ホヨタンで絶叫系もいける方やって、いけんで一緒にな、フラダイ乗りました、この前ユニバに行った時にね。そうなんです。コーリンがいたらアミタン頭頭数かな、アミタン頭数かじられる、それか頭数かかじられる、あ、数回とかかな、かじられますねかじられるで。おはよう、ルームスコメントほとんど会社ね、ありがとうね、ありがとう、皆さん見てください。あと3人やね、今の子、今日の朝見たところ3人やったから、ちょっと待っててくださいね。今日の、そうだな、まあ今日中には返します。涙の絶叫系いけるのか意外で、え、意外ですか。あのね、だけど涙ハリドリがちょっと苦手です。フラダイは大好きなんですけど、ハリドリが苦手です。全然フラダイの方が浮遊感がない。コヨリン最近とホラー見に行ったらめっちゃ雑魚でうるさそうやって確かに楽しそうやな。お疲れた、おはようございます、おはよう。あ、待って、ちょっとギフト読みます、一回ごめんなさい。マボさん、ゴリックマさん、ナチュラルさん、カズタン、マサヤガさん、ビロビロさん、ツバサさん、ベリマユさん、ナチュラルさん、ベリマユさんのマサヤカさん、マーさん、カズタン、SIC さん、リョウジさん、カズタン、リサちゃん、アンナちゃん、マッサン、マボさん、鉄メガネさん、ヒロユキさん、テッチャン、マユさん、パクラク12さん、マユさん、ツバサさん、ジョエルさん、コニタン、オウミさん、タカヒデさん、てっちゃん、おしむりんさん、ナナミナさん、つばささん、てっちゃん、かよさん、ゴルさん、まぼさん、ちゃんしもさん、オウミさん、特別警戒中さん、ゴルさん、みつさん、むーちょさん、まさやかさん、りょうちさん、コニタン、ナチュラルさん、いだかこうじさん、ビロビロさん、ゆうと、ありがとう、皆さんありがとうございます。じゃあ今日の1位はコニタンということで、何が来ますか。順位が変わっちゃったね。おはよう、おはよう、おはようございます皆さん。夢に涙出てきたって、お、何の夢見たんや、どんな話でしたか、覚えてないかな。アミは今日は夢見てない気する、今日は夢見てないけどな。え、何やろ、最近見た夢忘れたもん。夢って寝てる間に何個も見るけど、寝てる間に忘れるらしいで、だから夢って1個とかしか見てない記憶になるらしい、1個とか2個とか。でも実はめっちゃ短い夢をいっぱい見てるらしいで「おはようございます、コニタン来てるかな」。夢の中でチョコもらった、だから速攻返し買いに、なんて読むんやろこれ、うん、買いに、あ、行く谷、買いに行く、まや、行くまや、行くま谷、どっちやろ、行ってたとかかな、買いに変換やな、変換が、ユニバの時の猫のみたんがいいなって、あ、キティちゃん、ちょっと書きます、じゃあ書きたいと思います。あの日はね、アミはツインテールをしたと思うので、ツインテールで書きたいと思います。
どんな服着てたっけ。あ、白いパーカーに D ジャンか。はい、かけちゃったですよ。たらーん。はい、猫耳がついた。猫耳ってわかるかな、これ。こんな感じです。はい、出来上がり。はい、じゃあちょっと撮りますやば、なんかボッサボサやですよな、ほんま。はい、チーズ、カシャカシャ。ありがとう、ありがとうございます。それでは壇上読みたいと思います。今日は美容院に行って丸刈りかな、丸刈りにされる夢みたいって。びっくりするでんな、それは。じゃあ行きます。13位コディさん、ありがとうございます。12FFF さん、ありがとうございます。11位まさやかさん、ありがとうございます。10位翼さん、ありがとうございます。9位ムーチョさん、ありがとうございます。8位ひろゆきさん、ありがとうございます。7位てっちゃん、ありがとうございます。6位鉄眼鏡さん、ありがとうございます。5位大見さん、ありがとうございます。4位ちゃんしもさん、ありがとうございます。3位コスモライトさん、ありがとうございます。2位コリタン、ありがとうございます。そして1位はチャ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 ララララン、日高浩二さんです。え、待って、変わってるやん。日高浩二さん、何が来ますか。じゃあ、え、変わってた。1位日高浩二さんでした。ありがとうございました。待って、やばい、びっくりした。全然気づかんかったな。何書きますか。びっくりだね。また明日ねやってな。びっくりですね、ほんま。びっくりびっくり。どうしましょうか。来てるかな。なんか変わってたな。全然気づかんかったな。コメントしてたのに言って、嘘やん。どこや。へえ。え、いつ変わってたんやろ。あ、ほんまや、めっちゃ前に変わってる。へえやー、びっくり。明日お願いします。あ、ありがとう。じゃあ明日書きます。ちょっとスクショしとくわ、忘れんようにな。はい。え、どんなリアクションしたの。じゃあ終わりたいと思います、皆さん。え、じゃあ、はい、皆さんありがとうございました。まだ祝日が終わって疲れると思うけど、一緒に頑張りましょうね。じゃあ、ありがとうございました。せーの、日高浩二さん、ありがとうございました。バイバーイ。じゃあまた明日お会いしたいと思います。またね。